でもそっか、そうかも。なんか変。なんだよ今の映像、子供？気味悪い。畜生、なんだってんだよ。すげえ嫌な気。ああ、いたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。噂で聞いたエデンの黒い怪物か？データを食い漁ってるとかいう。お前ら、こっちへ走れ。なんだかわかんねえが、相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトして、とっとと逃げるぞ。してんじゃねえ。おい、
おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ、いいな。僕たちを見つけて。ちょっと、あれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ誰が！刑事さんだ刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！逮捕すんぞ！ん？キモキモいから逮捕、そこ逮捕。面白い姿をしているな君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おおおい、待てそこの車。止まらねえの逮捕するぞ。こら！人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見たよ。私の声は聞き取れているかな。話はできるかい？それはよかった。君がもし人ではない何かだったらどう？そうか、君自身自分の身に何が起きたのか聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知りうる範囲。人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするなとは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたまえ。君の体は極めてデジタルな状態にあるように、まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したように。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。私は誰か？そうか、自己紹介がまだだ。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたよ。私はクレミ京子、しがない探偵さ。
なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所はエデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇烈な話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君はどこでログインしたんだ？君は今どこにいる？電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレム探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファーだ。何？依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬の大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態。じっくりと観察して確信したが、君はまさにで、しかし君は私の声を聞きソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。なんだ、テレビがどうかしたか？こっちよ、飛びなさい。